皆さんこんにちは、りほです。今日は平日の頑張らない日のナイトルーティンを撮ってみました。この日はとても寒い日でした。帰宅したら靴を軽くメンテナンスしていきます。まず靴用の消臭パウダーを振りかけます。クデオのウェアフットパウダーはパウダーを振りかけて全体になじませるだけです。次回履くときに靴の中で汗などの水分に反応して作用してくれます。そしてブーツの表面は軽くブラッシングしておきます。毎日軽くメンテナンスしておくことで靴の状態もきれいに保てるので、これは毎日のルーティンです。次にアクセサリーを外して手を洗ってメイクを落としていきます。今着替えて化粧を落としてきました。今から夜ご飯の準備をします。帰ってきたらまず最初に手を洗ってコンタクトを取ってメイクを落として部屋着に着替えるっていうのがもう必ずのルーティンです。私は基本的に平日の夜ご飯はサラダだったり軽めに済ませることが多いので、主人には昨日作っておいたカレーがあるのと、あとご飯は炊こうと思います。今日は遅くなるって連絡が来たので、もう先に食べちゃいたいと思います。1合で十分かな。帰るって連絡が来たら炊きたいと思います。炊飯器に入れておきます。で、サラダの準備ですが、もうねこんな感じでいつも帰ってきたらすぐに盛り付けられるように切って保存してます。なのでこれを盛り付けるだけ。お皿、もう主人の分も盛り付けとこうかな。トマト忘れた、ショック。今日に限ってトマトを忘れてしまった。今具沢山のサラダにハマってて、あとアボカドとゆで卵、チーズも乗っけちゃおう。私サラダのチーズはね、このスライスチーズが好きで、スライスチーズを入れます。ゆで卵もね、もう作っておくの。トマトを忘れたのだけがショック。はい、こんな感じでレタス小分けにしておくと、私がもし遅くなっても主人も勝手に自分で盛り付けてくれるのでありがたい。レタスを盛ったら次にこのきゅうりを入れます。きゅうりはこんな感じの厚めのぶつ切りが美味しい。厚いきゅうりにハマってる。美味しいのこれが。皆さんもやってみて、食感があって美味しくなる。蒸したね、じゃがいももね入れる。これがね意外と美味しいんだよね。昆布サラダっぽくなる。たっぷり栄養満点のサラダにします。 いつもね本当にこんな感じの何でも乗せちゃう系のサラダを作ってる。そしたらゆで卵むきます。きました。私主人からゆで卵だけはめっちゃ褒められるんだよね。すっごくいつも絶妙、もう半熟すぎないこの感じがねすごいって言ってね、めっちゃ褒めてくれる。アボカド切ります。一旦洗おう。なんかこのアボカドすごい大きそう。最近アボカド切るの苦手になってきた。あ、綺麗なアボカドでよかった。じゃあ半分は主人に残しておきます。保存しててあげよう。ラップして。いや最近アボカドほんとハマってて大好き。美味しいわ。やっぱり綺麗に剥けた。アボカドは大好きだから全部入れちゃおう。半分。平日はいかに楽して早くできるかがポイントだからね。大事なものを忘れていた。生ハムという大事なものを。もう最近生ハムが本当に大好きで、これを主人と半分ずつ。なんか美味しい生ハムあったら教えてください皆さん。チーズは爪楊枝でやると綺麗に切れる。こんな感じで私はいつも適当に切ります。で半分は主人用。このチーズを生ハムとアボカドに巻いて食べるとめっちゃ美味しいから。最後に人参を色とりどりにしていきます。トマトないけど良いでしょう。はい、私はいつもドレッシングは使わずにオリーブオイルとお塩で食べます。今日はね岩塩と、これはねカルディで買ったちょっとね適当なオリーブオイルでも美味しいよ、癖なくて。カルディよく行くんだよね。こんな感じでかけます。この岩塩本当に美味しい。
あ、そうだ、なんか足りないと思ったらアーモンド、食感をプラスするためにアーモンドをね、いつも入れてる。これがね、結構いいアクセントになって美味しいんですよ。はい、いつものサラダが完成しました。では食べよう。よいしょ。まず最初にこのグリーンジュースを飲む。いつもご飯を食べるときはお粥かお茶を飲みます。だいたいこのサラダを30分くらいかけて私はゆっくり食べます。いただきます。オリーブオイルとお塩は本当に美味しいの。うん、甘くて美味しい。意外とじゃがいもがいい仕事してる。ちょっと味変にコブサラダドレッシングを持ってきた。もうちょんちょんちょんってこれぐらい、本当にちょっとだけ味変。いつも一人でご飯の時はちょっと寂しいので携帯でお仕事したり YouTube を見たりしてます。平日の夜ご飯はなるべくね、こうサラダをね充実させてご飯を食べたいなっていうのがあって、基本的に仕事優先で動くことが多いから、平日の夜ご飯はなるべく手軽に簡単にできるように週末に仕込んで冷蔵庫に入れておいてます。はい、最後の一口。最後の一口は絶対に生ハムとアボカド、チーズで締めるって決めてる。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、主人からもうそろそろ帰ると連絡があったのでご飯の準備をしています。この後はお仕事したり、食後のデザートを食べたり、ゆっくりした時間を過ごしています。余裕がある時にはランニングに行ったりする日もあるんですけど、今回は頑張らない平日のナイトルーティーンということでお届けさせていただきました。では本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。